ファイ、よろしくお願いいたします。ファイ、お願いいたします。最近チャイのブランドのショップで久しぶりにね、販売員したの。オーナーだってね、現場に行くことでこうやっぱ気づきがねあるんだよね。今まで良かったことが時代遅れだったりするの。そうなの。それでね、じゃあいつもデスクワークじゃない、久しぶりの立ち仕事だから、それ決まっていい。だから骨盤締めておかないとデカジリちゃんになっちゃうんじゃないかなと思って。そうですねってどういうこと？そうでしょう。もう仕上げね。嬉しい。ご先祖様から受け継いだこの美貌をこれからもさらにセクシーにしてゆきたい。そんなチャイさんの思いに応えたのは末っ子長男の頼りないこじりしスタッフさん。猫と三人暮らしの嬉しい工夫や日々の生活が楽しくなるアイディアを散りばめ、細かなところまで気を配って仕上げた優しいお尻の全貌をご覧いただきましょう。なんてことでしょう。立ち仕事であんなに大きくなったお尻が、骨盤がキュッと締まり、こじりになっております。ねえねえちゃいちゃん、なんか曲おかしくない？はーい。